私のウェブサイトへようこそ私はイギリスを拠点に活動するグラフィックデザイナーですすげえめっちゃすげえこんにちは私のウェブサイトへようこそこんな感じです動画化ページはめちゃめちゃ簡単ですよね写真でもイラストでも何でも問題ないはいということで今回の動画なんですけど今回は。 クリエイティブリアリティスタジオというものについて解説をしていこうかなと思います。まあ、今日も無料で使える最新 AI ツールの紹介ですね。今回は静止画を喋らせることができる AI ツールですね。このクリエイティブリアリティスタジオすごくて、まあ、静止画を持ってい,いさえすれば5分もあれば動画が完成します。 まあ、使ってみたらマジですごいなと思いました。で、静止画に関しては当然、あの、任意のもので大丈夫です。指定されたものじゃなくて、例えば自分の顔写真とか、そんなものでも大丈夫です。まあ、もしかしたら、あの、近々自分がカメラに映ってなくても自分が話すような動画を作れる未来っていうのが来るかもしれないです。はい、ということで、今回の動画を見てもらったらわかることとして、クリエイティブリアリティスタジオとは何なのか、そしてクリエイティブリアリティスタジオの3つの特徴ですね。あと、静止画を動画にする手順と注意点。 あと、クリエイティブリアリティスタジオの使い方と注意点みたいなところを話ししていければなと思います。ぜひ興味があれば最後まで見てください。はい、ということで、クリエイティブリアリティスタジオの3つの特徴についてお話をしていこうと思います。まず1つ目が、無料でお試しができるということですね。2週間トライアルがあるので、えっ、ー、と、お金を払わずに無料でお試しすることができます。ただ、えっ、ー、と、動画時間としては合計5分までしか作れないので、そこは注意をしてください。それ以上作りたい場合は有料になります。まあ、ただ、これもですね、 あの、注意しなきゃいけないところなんですけど、有料だとしても動画時間はかなり短いので、まあ、その辺は注意をしてください。まあ、これからもうちょっとね、動画時間のところは長くなってくるのかなと思うんですが、今のところは有料だとしてもかなり動画時間短いです。二つ目の特徴が、簡単に使えてクオリティが高いということですね。Google アカウントとかを持っていると、それで簡単にログインすることができます。で、自分自身が持っている静止画1枚。プラス、その静止画に喋らせたいテキストさえあれば、動画が動いて喋り出します。 もう本当に、あの、静止画さえあればすぐにでも喋らせることができるっていうのがすごいところですね。で、本当にこっちでやることって全然なくて、まあどの静止画を使いたいのか選んでテキストを入れるだけなんですけど、まあそのぐらい簡単な操作で、まあたきとか、あとは顔の動きとかそういうのもかなりリアルな動画になるので、まあこの辺のクオリティ本当にすごいですね。まあ正直、その人間がその映像として撮られているようなものと比べると若干違和感はあるんですけど、まあそれでも、まあすぐにできるもの。 としてのクオリティはもう驚くほど高いなと思います。多分言われなかったら気づかない人もいるんじゃないかなっていうぐらいのクオリティですね。はい。そして3つ目が日本語に対応しているっていうことですね。結構 AI ツールだと英語のみ対応っていうのが多いんですけど、Creative Reality Studio の場合は日本語に対応してくれています。もうこれめちゃめちゃありがたいですね。まあ英語の方があの精度が高い、クオリティ高いっていうのは、まあこの AI ツールもそうなんですけど、ただ日本語の方もね、対応しているので、その辺も実演しながら見せていこうかなと思います。 実際に動画化する手順についてもお話をしていこうかなと思います。まず一つ目が静止画を用意するということですね。どの、あの、静止画を喋らせたいかっていうのを用意してください。まあ、これイラストでも写真でも OK です。この辺の静止画についての、まあ、コツですね。どういう静止画を用意すると喋らせやすいのかっていうのを後でまとめて話をしようかなと思います。で、静止画を用意してもらった二つ目が喋らせるスクリプトを入力するということですね。まあ、この辺は ChatGPT とか使ってもらってもいいですね。まあ、今回はサンプルなんでね、すごく短い。 あの、言葉しか喋らせないので、別に台本をチャット GPT で作ったりはしないんですけど、その長めの台本を使いたいとかっていうんだったら、チャット GPT とか使うと便利ですね。はい。で、3つ目がボタンを押して動画化するということで、この3つのステップだけで静止画を動かすことができます。はい。では、こっからは実際にじゃあ、クリエイティブリアリティスタジオをね、実演していこうかなと思います。まあ、どんな手順で動画化するかっていうのをお見せしていこうと思います。今映ってるのが、クリエイティブリアリティスタジオにログインした 時の画面ですね。こう見えてるところでわかると思うんですけど、非常に画面自体はシンプルにできています。まあこの辺にあのいろんなね顔があるんですけど、まあこの辺はもともと用意されているような顔なんですけど、はい、ということで実際に動画化をねしていこうかなと思います。まあいろいろと必要そうな素材というか静止画を突っ込んできたので、いくつか実際に動画化をしていきます。で、手順としては本当に単純ですね。まあここに 用意した静止画を突っ込んでやって、テキストをここに入れてやって、この辺でオプションを選んでいくっていう感じになります。はい。じゃあ実際に今選んでるこの写真でいきましょう。まあ、この辺全部、あの、AI で生成したやつなんですけど、これも AI で生成したやつですね。あの、この前動画で紹介した、ステーブルディフュージョンのチロアトミックスっていうモデルを使って生成したものになります。はい。で、これを選んだら、例えば、こんな感じで、 喋らせるテキストっていうのを入れてやります。まあ、今回は適当に、えっ、ー、と、こんにちは。私のウェブサイトへようこそ。私はイギリスを拠点に活動するグラフィックデザイナーです。という文章を日本語で突っ込んでいます。まあ、後で英語の文章でもやるんですけど。はい。で、ここに喋らせたいテキストを入れたら、ここで言語ですね。何の言語で喋らせたいか。今回は日本語なんで、日本語を選びます。で、そうすると声の種類っていうのが選べます。まあ、女性が4人で男性3人ですね。 今回女性なので、まあ、これですね。はい。で、どんな感じで喋らせたいかですね。ま、あ、チャット、雑談みたいなもんなのか、カスタマーサービスなのか、チアフルですね。なんかそういう、ま、あ、喋り方みたいなのも一応選ぶことができます。はい。今回ね、ま、あ、チャットにしてみましょう。まあ、ここまで設定したら、あとはボタンを押すだけですね。はい。そうすると、こんな感じで出てくるので、ジェネレートを押してやります。で、この動画、 を作るときにクレジットっていうのを消費していきます。あと22クレジット残っていて、今作るのに1クレジットを消費するっていう感じですね。動画の時間が長くなると、ここのクレジットがたくさん消費されるような感じです。はい。あの動画の長さとしては10秒ぐらいですね。今回の動画で。はい。これで実際に生成してみましょう。まあこの辺に、今までにね、試しに作ったやつとかいろいろ並んでるんですけど、あの失敗した例とかもあるんで、そういうのも後でお見せできればなと思います。はい。で、もうできましたね。 これだけでもう動画ができています。実際に再生してみましょう。こんにちは。私のウェブサイトへようこそ。私はイギリスを拠点に活動するグラフィックデザイナーです。はい、そうするとこんな感じです。すげえ。めっちゃすげえ。普通に動いてますね。はい、まあ、ただこれ若干、あれですね。今、えっと、この映像の左側の方が、の髪の毛が若干違和感ありますね。 まあちょっと斜めを向いているものなので、こんな感じになっています。ちなみに、前に作ったものがこれですね。前のやつの方が、これ AI なんでやっぱりちょっと、その時々によって動きとかも変わってくるので、前のやつの方が違和感ないですね。まあ、ちょっとだけこれも違和感ありますけど、今回のよりも違和感なくできていますね。こんな感じです、動画化する手順は。めちゃめちゃ簡単ですよね。はい、で、いろんなパターンでね、ちょっとやってみたいなと思います。まあ、こっからはね、 えっと、英語の方でやっていこうかなと思います。今実際に日本語でもできるよっていうのを見せたので。まあ、英語の方がね、いろいろと選べるオプションとかが多いので、まあ、英語の方をメインにやってみようかなと思います。えー、っと、じゃあ続いて、これですね。これも AI で生成した画像なんですけど。はい、さっきと同じやつですね。同じ文章をそのまま英語にしただけです。で、英語のままなんで、ここのランゲージっていうのは英語ですね。で、今回は、あの、やらないんですけど、こうテキストで、 喋らせることを入れるだけじゃなくて、あの、音声ファイルを上げて、それを喋らせるっていうこともできます。なので、例えば自分の顔でやるんだったら、その当然ね、自分の声の方が違和感なくなるので、そうやって自分の音声を取ってそれを上げるっていうこともできます。まあ僕のね、あの顔みたいなのも入れてるんで、まあ後でこの辺もちょっとやってみようかなと思うんですが、まあとりあえずこれでやってみますね。はい。で、英語なんですけど、英語になるとね、めちゃめちゃ増えます。その選べる。 人っていうのが、女性だけでも、これ12以上ですね。男性でも12以上。日本語だと3、4人しかいなかったんですけど、英語の方がこう選べる人数が多いですね。はい。で、適当に、じゃあ、サラさんにしてみましょうか。で、この辺のスタイルに関してもめちゃめちゃいっぱい選べます。まあ、a n g r とか、キサイ i t e d とか、フレンドリーサットとかですね。まあ、こういうなんか感情に合わせたようなものっていうのも選ぶことができます。なので、英語の方がね、オプションが多いですね。すごく。 はい、じゃあ、一旦フレンドリーみたいな感じにしてみましょうか。これで、ジェネレートビデオですね。はい、そうすると、あっという間に動画が生成されます。<Hello. S 1> はいそうするとこんな感じですね。Based in the UK. もう、これもね、すごいですよね。口が動いて、顔が動いて、瞬きをしてっていうので。 静止画を一枚あげただけなんですけど、もうここまでのクオリティで瞬時に動画が作れるっていう、ほんまに未来来てますね。はい、ちなみに男性バージョンもやってみましょうか。まあこれ男性なんですけど。えー、っと、そしたら男性の声にして。はい、これも AI で生成した画像ですね。はい、こんな感じで動画ができたので喋ってみましょう。 Hello, welcome to my website. I am a graphic designer and illustrator based in the UK. はい、これもかなりいいですね。まあ、これとかすごい違和感なくできてますね。まあ、背景が単純だったりもするんですけど。はい、他にももうちょっとイラストっぽいやつでもやってみましょうか。例えばこれとか。これも AI で生成したやつですね。まあ、さっきまでのやつよりももうちょっとアニメーション風というか、イラストっぽい感じですね。 はい。まあ、で、この辺ですね。えっとね、人によって選べる、このスタイルが違います。この、ジニーさんっていう人だと、すごいたくさん選べるんですけど、別の人だと、アナさんとかだと選べなかったりするので、まあ、この辺もね、ちょっと選ぶときのポイントだったりしますね。まあ、声が違ったりするんですけど、まあ、人を変えるとね。なんで、それによってこのスタイル選べる、選べないとかがあったりするので、だから全部同じ、あれが選べるわけじゃないので、まあ、その辺もね、ちょっと注意をしてみてください。 じゃあ、これで生成してみましょう。はい。そうすると、こんな感じで動きます。Based in the UK. うん。すごいですね。はい。ということで、まあ、いくつかやってみたんですけど、まあ、なんとなくね、イメージは掴んでもらえるかなと思います。ちなみに僕でもやってみましょうか。これ僕の適当な写真なんですけど、まあ、せっかくなんで日本語にしましょう。日本語で。 で、男ですね。ちなみに日本語の男性だとこの辺のオプションは選べないですね、何も。女性だとちょっとだけ選べるっぽいですが。はい、じゃあ大地さんの声にしてみましょう。はい、そうするとこんな感じで動画ができます。こんにちは。私のウェブサイトへようこそ。私はイギリスを拠点に活動するグラフィックデザイナーです。はい、いいんじゃないですか。 はい、こんな感じですね。まあ、今はなんとなく、えっと、いくつか見せたんですけど、これ削除しちゃったものもあるので、もっともっと実際はやってて、何十枚も動画化しているんですけど、その中でいろいろとまあコツみたいなのが分かってきたので、まあ、その辺についてもね、お話をしていこうかなと思います。まあ、静止画を用意するときのポイントですね。で、まず一つ目のポイントっていうのが、まあ、顔のパーツがはっきりしたものっていうのが良いです。あの、顔のパーツがはっきりしてないようなものっていうのは、基本的に えっと、動画化することができないです。で、逆に言うと、顔のパーツさえはっきりしていれば、写真でもイラストでも、その辺は何でも問題ないっていう感じですね。特に、鼻がはっきり書かれてないようなアニメ風イラストに関してはできないです。あの、認識できないです。そもそも上げられないとか、動画化できないとか。うん、例えば、これとかもそうなんですけど。はい、まあなんかちょっとね、どっかで見たことあるようなイラストですけど。Hello! Welcome to my website! I am a graphic designer and illustrator based in the UK. これとかも、まあ、変な感じになってますよね。ちょっと口とかも動いてないですし。まあ口とか鼻とかがほとんど書かれていない。まあ一応上げることはできて動画ができたんですけど、まあちゃんとした動画にはならなかったです。はい、なんでこういうのはダメですね。あと口とかはなるべく開いてる方がいいと思います。あの、はっきり口として認識されるので。まあ開いてなくてもいいんですけど、まあちゃんとね、こう唇で 唇とか口の形っていうのが分かるようなものの方が、あの動画化した時に綺麗な感じになりますね。あと背景に関してもシンプルなものが良いです。例えばこれとか、えっ、ー、と背景に鼻があるんですけど、こんな感じで、えっ、ー、と顔が動いた時にですね、周りの鼻が動かないので、あの違和感が出てしまうので、こういうなんかごちゃごちゃした、ちょっと複雑な背景っていのはやめた方がいいです。あのさっき見せたような、こんな感じですね。こんな感じの背景の方が、 動かした方、時に、あの、違和感なく綺麗に、まあ、顔だけが動くかなと思います。はい、あとは、なるべく正面向いたものっていうのがいいですね。最初に作った動画、動画で、この左側が違和感あるよねっていう話をしたんですけど、横向いてたりするとこんな感じになるので、まあ、なるべく正面向いてる方が、まあ、違和感は出にくいかなっていう感じですね。なんで、この辺も、正面向いてるようなものなんですけど、例えば、 まあ、これとかもそうですね。こんにちは。お元気ですかはい、これも、やっぱり、ちょっと斜め向いてるんで、頭のあたりだとか、口のあたりだとか、まあ、この辺が違和感ありますよね。はい、こんな感じになってしまうので。はい、それと、まあ、なるべく、イラストって言っても、まあ、実写に近いというか、写真に近いようなものの方がいいかなと思います。まあ、もうちょっとアニメ寄りのものでもいいんですけど、 Hello, welcome to my website. I am a graphic designer and illustrator based in the UK. まあこんな感じでちょっとあの口とかがリアルな感じになるのでかなり違和感があるというかまあぶっちゃけその実写とあのアニメみたいなのが合わさって気持ち悪い感じになってしまうのでまあこういうのはあんまりねあの動画か。 するのには向いてないかなっていう感じですね。あと、動物とかそういうのも基本的にはできないです。あの、今のところはその人間の顔しか認識できないみたいで、あの、もうちょっとね、こう人間の顔じゃない全然違うものでもやってみたんですけど、そういうものもダメでした。あの、顔が認識できないっていうことで、動画化できませんでした。まあ、こんな感じで、あの、好きなね、静止画を突っ込んでやるとすぐに喋らせることができるので、まあ、興味があったらね、ぜひぜひやってみてください。まあ、ちなみに僕が喋ってんのこっちのバージョンもあります。こんにちは。 今日は静止画から動画を作るテストをしています。まあこれも若干斜め向いてるんで、正面向いてるやつよりも違和感ありますね。まあでもこれだったら使えるかなっていうレベルではあるんですが。プライシングみたいなところも若干見ておきましょうか。プライシングに関してはまあこんな感じですね。はい。まあ無料のトライアル14日間で、まあ無料で使えるんですけど、まあ5分でなってるんで多分5分、合計5分しか。 作れないと思います。で、あと、スカシとかが入りますね。まあ、そのスカシに関してはね、割とずっと入るんですけど、はい。まあ、この辺でも AI スカシとかね、そういうのが入る。で、注意点として、えっと、商用利用に関しては、プロプランしか、こっからですね、こっからしかできないので、そこは注意してください。あの、トライアルとか、あとはライトプランとかで商用利用することができないので、まあ、そこはかなり注意しなきゃいけないところかな、って感じです。 で、まあ、この料金表を表見てもらうとわかるんですけど、あんまりね、今のところはまだ長い動画っていうのは作れないっぽいですね。これ月に10分とか、月に15分とか、月65分とか、まあ、こんな感じになってるんで、あんまり作れないっぽいです。あの、例えば、なんだ、30分の動画をこれでね、作るとかっていうことはできないんですけど、まあ、要所要所で何か使えるところで使うっていう感じですかね。まあ、でも、さっきも言ったんですけど、まあ、かなり、 クオリティも高いし、びっくりはするんですけど、まあでも、とはいっても、あの、やっぱり違和感っていうのがないわけではないので、まあまだね、これで自分が喋らないで、これに任せてっていうのができるかって言ったら難しいかなとは思いますね。はい、まああくまでね、もう AI がやってるっていうのを割り切った上でやるんだったらかなりいい感じではありますけど。はい、という感じですね。ということで、今日は、 クリエイティブリアリティスタジオについて紹介をさせてもらいました。まあ、静止画を持ってて、あとはテキストを突っ込んでやれば、もうそれだけで動画が一瞬で完成するということで、まあ、かなりね、昔思い描いてたような未来が近づいてきてるような気がして、僕はワクワクしているんですが、まあ、そんな感じでまた最新の AI ね、どんどん紹介していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。 ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接自動する SEO <noise> ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。MTL さん、中地さんの読書術が知りたいです。以前かなり特殊な読み方をしているとおっしゃっていたと思うのですが、という話で。 ええと、そうですね、そうですね。あんまりまともに語り出すと難しいし、その時によって読み方違ったりするんですけど、例えば、まあ横にある本で、たまたまじゃあこれ、まあおすすめなんですけど、限りある時間の使い方ね。まあ結構おすすめの本なんですけど、例えばじゃあこれを読むときに、まあ最初から読んでいくこともあるんですよ、普通に。最初からこうやって読んでいくこともあるんですけど、大概の本は、 えっと、まずどうするかっていうと、本読まないんです。まあ、読んだとして目次ぐらい。とりあえず。とりあえず目次を見て、あ、どんな感じのこと書いてあるんだろうなっていうのを見ます。そしたら本を置いてください。で、本を置いて YouTube で限りある時間の使い方で調べてください。そうするとようやくが出てくるんで、ようやくチャンネル見てください。 で、3つぐらい見てください。有名な本だったら2つ3つとか余裕であるんで、2つ3つぐらい見てください。そうすると、まあ、ぶっちゃけですね、この本読まなくても、ほぼ重要なことっていうのは網羅されます。しかも被ってること、ようやくチャンネルで被ってることっていうのはみんなが重要だと思ってることなんで、それはやっぱり抑えてこなきゃいけないこと。まあ、何回も聞くと覚えですね、それだけで。で、えっ、ー、と、あとは、その、えっ、ー、と、ようやくチャンネルとかで出てきたところを中心に、 拾っていくって感じです。はい。別にガッサガッサ飛ばしてもいいです。まあ、ものによるんですけどね。ざっくり言うとね。<laughs> おすすめです。早いです。内容を知った状態で読むんで、めっちゃ早いです。やってみるとわかると思いますけど、めちゃめちゃ早い。えー、っと、シャオミーさん、8万人登録おめでとうございます。ありがとうございます。たくさんの有益な動画、本当にありがとうございます。いや。 そうやって言ってくれる方がいるからこそ動画を出すモチベーションが上がっています。MQL さん、NSFW という概念があるの中地さんの動画で初めて知りました。僕も AI とかやり始めて初めて知りました。そんな概念があるの。それね、何、何かっていうと Not Safe for Work っていう言葉の略なんですけど、よ、要はこ、えっと、職場。 とかで見るのを避けるべきものとかはそういう言い方をするらしくて。だから、暴力コンテンツとか。なんてうの性的な描写とか。そういうもの。まあ、要はエロ画像みたいなもんですよ。まあ、露出がね。まあ、エロまでいかなくても露出があるようなものとか、そういうの。あー、なるほどね <laughs>。ビングイメージクリエイターでプロンプトにポールダンスっていう単語使ったらコンテンツポリシー違反で。 生成ブロックされて、いろいろの楽園を勝手に乗された気分です。この辺ね、あの、結構 AI によって厳しいとかは厳しくて、なんだろう、普通に女の子の画像を作ろうと思って、そのポールダンス何にも入れなくても普通にダメだって言われるケースありますね。可愛い女の子って打っただけでもダメなところある。全然ある。結構ある、ね。そういうところ。だからなるべくそういうのを、 作らせないように指定しないとダメですね。ただ、服装とか、服装とか何も書かないと、割とですね。まあ言ったら、なんだ、上半身裸みたいなのが、作られがちなんで。だからこれは、本当に、なんていうの、裏側の話なんですけど、あ、AI 関連。画像生成 AI 関連の動画の収録って結構大変で。 そういうのが普通に生成されちゃうので。そし当然使えないわけですよ、そんなの。イラストだからって言って YouTube 的にディナーな気がするんですよね。上半身裸って。多分ダメでしょ。で、自分が生成するみたいなのはまだあれなんですけど、何 ?AI イラストギャラリーみたいなのがあったりするんですけど、そういうところにも、まあ、際どいっていうかもう思いっきり出たようなものもあるんですけど、そういうの映ってくるとめんどくさいんですよね。それ編集で隠さなきゃいけないとかってなるんで。 まあでもそういう目的で使ってる人も多いよなとは思いますよね。それはでもあんだけリアルなものをかけたら、すごいですよね。この前もステーブルディフュージョンの動画で、まあ写真みたいな、こう画像の作り方みたいな動画を出したんですけど、やっぱあのクオリティで出来上がってくるんでね。やっぱすごいですよね。それはもう、いやそうやって思う人もいるだろうなと思って。 n s f w ですね。まあ、気をつけてください。まあ、でも服装指定したりすると割と大丈夫かな。あ、ま、と下着に見せるなとかね。ネガティブプロンプトに書いてあるとか。するとかなりマシになりますね。Bing のチャット機能でブログの記事書けますかえー、っと、書けなくはないけど、チャット g p t のがいいですね。なんかそういう感じで作られてないんで、Bing のチャット機能って。普通に僕はチャット g p t で書くことをお勧めします。そういう。 ブログの記事書きたいんだったら、まあど。どんなものを書こうとしてるのかによるんですけど。まあ、結構長文で SEO とか意識してとかだったら、やっぱチャット GPT 使う方が普通にいいですね。はい。えー、っと、OpenAI の s o さんが目指している AGI、いつ頃達成しそうだと思ってますかむずい質問だな AGI ね。まあ、でもなんかそういう話ありましたよね。 AGI の入り口だみたいな。まあでも確かに、そのぐらいのレベルになってきてるとは思うけど、AGI って何かって、日本語にすると汎用、汎用人工知能ですか。まあ要は今よりももっともっとすごい人工知能って感じですよ。まあ今って結構いろんな問題言われてるじゃないですか。間違いが多いとか。まあ例えばハルシネーションとかね。その事実じゃないことを事実だって言ってくる。 そんなこと全然ないけど、適当に返してくるとかっていうの問題になってるんですけど、なんかそういうものが全部解決されて、なんかもっともっと汎用的になったら、まあその AGI ね。まあ汎用人工知能みたいになって、っていうのが言われてるんですけど、まあそんなのがいつ達成できるか。いや、微妙だよな。これね、なんか定説というか、今までそういう AGI みたいなのが2050年ぐらいでしたっけ にできるみたいな話だったけど、ここ最近の AI の進化すごすぎて、それがかなり巻いてきてて、2030何年ぐらいにはもうできるんじゃないかとか、なんなら2020年中、あと何年から AGI とか行くんじゃないみたいな、そういうものできてくるんじゃないかみたいな話もあったりして、わかんないんですけど。いやーでもどうなんですかねでもやっぱハルシテーションの問題大きいと思うんだよな。適当に変えてきちゃう問題。まあ難しくてやっぱそれも。 基本的に、あの、AI って、言って言語モデルなんですけど、その言語モデルが何してるかっていうと、次の単語を予測してるに過ぎないので。だから入力すると、その入力に続く単語は何かっていうのを予想してるわけですよ。次に来そうなものは何なのか。だから今日は晴れっていうのを入力してやると、その後に続くのは何なのか。 まあ、ですっていうのが多分確率高くなるんでですなんですけど、そういう感じで計算して最終的に、まあ、いろんな単語の中で、まあ、この単語は何パー何パー何パーみたいなのが出てきて、最終的に確率高いのを選ぶみたいな仕組みなんですけど、言語モデルって。言語モデル自体は、ね、何かを正確に伝えるために作られているようなものじゃないので、まあ、もちろんあるんですけどね、そういうテストみたいなのも、言語モデルで。 クエスチョンアンサーみたいなスコアがあって、それも当然、チャット GPT とか高いんですけど、チャット GPT で、GPT ね。高いんですけど、そもそもそういうふうに作られているようなものじゃないので、その辺はね、また難しい問題なんですよね。言語モデルの学習自体に、昔の人工知能とかって、その、教師データみたいなので学習させてたわけですよ。要は、一問一答みたいな。問題はこれ、答えはこれ、問題はこれ、答えはこれ、みたいなのを、 大量に用意して、それを学習させる。そうすると、えっ、ー、と、それが正しく答えられるようになるみたいなのだったんですけど、今の、その、チャット GPT とかのね、学習って、そういうふうになってないと。要は何かっていうと、その、大量のテキストデータ、ネットのテキストとか、本の、未公開の本とか、そういうものをとにかく、えっと、流して、学習させていくと。まあ、学習って結局、 パラメーターを調整するっていう話なんですけど、まあパラメーター数がね、例えば GPT-3 の時だったら1750億個みたいな。そのパラメーターを調整していって、最終的に一番いい感じの、その出力が出るようなものにしていくために、とにかくテキストデータを流しまくるんですけど、で、そのテキストデータってさっき言ったみたいな教師データじゃないわけですよ。その、一問一答みたいなさ、問題があって答えがあるみたいなんじゃない。 でもこれがめっちゃいいところで、結局問題があって答えがあるって、そんなもん作ろうと思ってめっちゃ大変なわけですよ。それ誰かが用意しなきゃいけないので、人の手で。でもそうじゃなくて、ネットのとにかくテキストとかを全部流して、それで調整していったらすごいもんできたよね、みたいなのが、そのチャット GPT とか、まあ今ある AI なんですけど。だから別にそういうふうに、その質問と答えっていうのがめっちゃ用意されてるので、学習してるわけがないので、そうやって間違えたりするっていうのが多い感じなんですけど。 じゃあそれどうするみたいな。でも難しいですよね。その教室データみたいな、そんなの。ねそんなすごい量用意できるのかって言ったらなかなか難しいだろうし。まあ人力でやっていくしかないのかなあまあ、だから結局、最初にやってんのって、事前学習で、その、ある程度、その単語の意味とか文脈とか、まあその言語を扱えるようなものを作っているんで、あとはそれをそれぞれのタスクに、 適用させるというか特化させていくためにファインチューニングっていうのをしてそれぞれで合わせていくんですけどあのだからあれがやってましたよね最近弁護士ト o ムがあの出してましたけど弁護士ト o ムがその弁護士ト o ムってその法律の相談とかえっ、ー、とユーザーからの質問に弁護士が答えるっていうサービスみたいなのをやっててそこにはもうそんだけのデータがもうめちゃめちゃ溜まってるんでだからそれをえっ、ー、と AI に聞き込んでその法律 のことにすごい特化した AI 作って、なんかそれが近日リリースされるみたいな。だからその AI に、まあチャット GPT みたいに質問したら答えが返っていって、それはチャット GPT とかよりも、その法律に関しては詳しいもの。あと正確なことが聞けるみたいな。多分そんな感じだと思いますけど、まあそういうふうにしていろいろ学習させていくんで、まあそういうふうにだから、まあでもそれを繰り返していったら、そのうち、あれかもしれないですけどね。 まあでもどうなんだろうね。現実難しい。せいか話戻しましょう。AGI ね、いつ頃達成するか。いや、でも今のまんま言ったら結構なスピードで変化してるんで。それっぽいものは。今2023年でしょあと1、2年でできるかって言ったらそれはまあ無理でしょうと。5年から10年。2030年。から2035年とかでどうぞ。 早いような遅いような感じですけど。いや、難しいですね。まあ、でもおもろいなと思います。なんかそういうのも含めて。楽しいですね。新しいもの好きなんで。<laughs> 僕、個人的に。新しいもの好きなんで。バンバン新しいもの出てくるし、すげえもん出てくるんで、面白くてしょうがないですよね。いろんなのを触ってんのが。ああ、一昔前、リライトアプリ5万円ぐらいしたのに、今チャット GPT の登場で最近 AI の進化すごいですね、と。そうですね。 チャット GPT の登場でいろんなものが置き換わっていきますよね。もはやこれでいいやんみたいなところはめっちゃある。チャット GPT でもコピペチェックツール必要ですかこれは必要ですね。それを載せるんだったら。必要です。それはなんでかっていうと、結局チャット GPT 側って、まあ言ったら、その生成した文章の権利とかを渡してくれるみたいな規約になってるんですけど、でも結局元の学習データみたいなのがいろいろあったりするんで、 だから他のもんにめっちゃ似てる文章出てくる可能性は全然あるんですよ。言ったら。じゃあめっちゃ他の文章、他の人が書いた文章に似てるようなものが出てきたときに、いや、チャット GPT で作ったんでって言ってもそれ通じないんですよね。ほな、じゃあしゃーないかって、そのミルクボーイの漫才みたいにならないので。いや、でもそれ使ってるのはあなたですよねって言われたら、それは当然、そのコンテンツを公開してる人が責任取らなきゃいけなくなるので。まあ AI が生成してるもんなんでね、AI って別に人間じゃないので、人格持ってないんで、 その著作物じゃないっていう考えなんですけど、今のところは。だからコピーチェックしないとダメですね。えっと、チャット GPT の文章生成機能、ワードプレスプラグイン化したら流行りそうですよね。誰か作ってくれないかなあ、作ってる人いましたよ。いました、いました。作ってる人。ありますよ。あの、ツイ t ターかなんかで検索してください。配ってた気がしますけどね。売ってたのかな配ってたのかわかんないけど。なんか僕も一瞬やろうかなと思いましたけど。 までもなんか作った人にいるならもういいやと思ってやんなかったです。やってもいいんですけどね。まあでもあんまり、だからすごいとは思うんですけどね。なんかそういう風うにして AI で作られた記事量産されるのも嫌だなっていう思いもあるので、あんまりなんかやりたくないですよね。そういうの。 ええと、間違った答えが出てしまって、それを手直しして人間がネットに情報を載せたら、それを参考にして GPT がまた学習して正しい答えを理解するか。まあ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 、そうなんですけど。ただ、そんなにすぐに置き換わるわけじゃないので。例えば、今のチャット GPT が、まあなんとかって質問をしたら、ええって答えてしまいます。これが間違ってますって言って、でもネット上に例えば、 この質問の答えは B ですっていう正しいものがあったとして、それを学習したからって言って、今の答えがじゃあすぐに B になるわけじゃない。あくまでそれでパラメータが調整されるだけだと思うので、すぐにどうこうという話じゃない。じゃあそれがあらゆることで、そんな調整がすぐに起こるかって言ったら難しいですよね。まあてか結局今そういう風になってるわけなんで、ネット上でいろんな情報を、なんか読み込ませて、それで、ね、今の感じになってるんで。 結局それと同じことをして、それが戻る、治るのか、ちゃんとしたものが変えるようになるかっていうと難しい気がしますよね。うーん、だからやっぱり、そういうちゃんとしたものを返すんだったら、なんか教師付きデータみたいな、教師データみたいなのがいるんじゃないかなとかなっちゃいますよね。どうなんだろう。わかんない。でもそれは、もう、ね、世界のすごい人たちが考えているので、それを待ちたいなと思います。 すごいですよね。でも、ほんまにすごい。なんか、もう本当とばかりするわけじゃないんですけど、このチャット GPT みたいなすごいものに触れて、チャット GPT はまだまだだとか、全然すごくないやんって言ってる人たちの気が知れないですよね。こんなにすごいもん。なんか2005年ぐらいから僕はブログとかやってて、まあ言ったら遊びでインターネットとかパソコンを使うっていうよりは、仕事としてビジネスとして、 こういうものを触り出してるわけで、それ18年ぐらい経つんですけど、そのぐらいから見てる僕からしても、とんでもないことになってるなって思うんですけど、でもそれが伝わらない人が結構いるんだなっていうのは結構びっくりしてます。あ、そんな風に見えちゃうんだみたいな。そんなおもちゃみたいな風に見えちゃうこんなすごいものが。で、そんなおもちゃみたいなものに、マイクロソフトとか、ね、何千億円とか、1兆円を超えるような投資をしようとしてるとかさ、Google が、 危機感を感じて、ね、必死で AI チャットボット作ってるとか、まあバードね、あんまり評判良くないですけど、そんなの作ってるとか、そんな世界の、もうこの地球上で頭いい人たち集めたようなところが、そんなおもちゃみたいなものに対してそんな <laughs>、ね、投資をするかとかって言ったらしないでしょ。いや、だから僕はすごいもんだなって思ってますけど、まあでもやっぱりよくわかんない人はそういうふうに思わないんだなと思って、 まあいいんですけどね、別に。なんていうか、別にその人たちがそう思ってて僕が困るような話じゃないので。なんかでも、ビル・ゲイツが言ってたって話で、ビル・ゲイツがもう、とんでもなく驚いたことっていうのはこれまでの人生で2回で、1回目が、その GUI ね、グラフィカルユーザーインターフェースを見たとき、まあ今のだから、このパソコンのデスクトップとかの画面ですよ。そういうのを見た時ときと、まあこの AI みたいなのを見たときって言ったのを、 話があるんですけど。なんか、まあその、ビリケートじゃないですけど、なんかその感覚は若干わかるというか、なんか僕もその個人的に、あすごいなって思ってい、いろんなものすごいと思ってきましたけど、やっぱ、最初にインターネットに触れた時とか、スマホに触れた時とか、なんかそれと同じようなワクワク感はあるなと思いますね。まあでもこの波止まらないと思いますけどね、AI の波。誰がなんて言おうと。 こんなの進化していくし、これがふっとどっかで消えるとかっていうのはない。ま、最近ね、その AI が進化しすぎているからちょっと開発止めようみたいなのを、署名が、ま、すごい人ま、イーロンマスクとかさ、そのアップルをジョブズと一緒に作ったスティーブ・ボズニアックさんとかが、署名したみたいな話もあって、でもその裏では、イーロンマスクが、その AI とかの開発で必要な GUI を、めちゃめちゃ <laughs>、ね、 何十億円分とか買ったみたいな話もあったりしますけど。まあでもそりゃそうだよなと思いますよね。なんか前にその話どう思いますかっていうのを聞かれたんですけど。いや止まらないでしょ。だって全員が全員止めるわけじゃないんだから。半年間開発運用止めて、それで遅れを取ったらどうするんっていう話で。結局のところ、開発なんて続くと思いますけどね。まあだからそういう意図があったんじゃないのみたいな。 ことを言う人も多いですよね。<laughs> 要は止めさせといて、自分たちは作って、追いつきたいとかさ。ま、でが自分は署名しませんとか言ってる人もいますしね。誰だったか忘れましたけど。えーっと、E.N.Husky さん。ブログのメタディスクリプションって不要ですかうーんと、まあ、なくてもいいって感じ。ある方がいいですよ。ある方がいいけど、別になくて困るようなもんじゃないかなっていう感じですね。 少なくともメタディスクリプションがないと SEO で上がらないとか、そんなことは絶対にないです。もうこれは絶対にない。えっと、ライナさん8万人おめでとうございます。ありがとうございます。この時間の中地さんの声眠たい <laughs> まあ、それはでもいいことですか。<laughs> わかんないけど。確かに、眠たい声だってよく言われますね。それはね、僕も自分で思っていて、最近あんまりやってないけど、一時期、まあその YouTube とか、僕ボイシーもやってるんですけど、そういうので、 自分の配信とかよく聞いてたんです。だ自分の配信を、まあ、好きで聞いてるっていうのもなくはないんですけど、それよりも、こう、反省点を見つけようとか。あ、あそこもっとこうした方がよかったな、こうやって喋ればよかったな、とか内容こうした方がよかったな、とかっていうのを考えようと思ったら、自分の放送聞かないとわかんないじゃないですか。台本もないんで、特にボイシーとかは。だから、それで寝る前にずっと聞いてたんですけど。で、他の人のやつも当然ボイシーとかね、聞いて寝たりもしたんですけど、一番自分の声聞いてるのが眠たくなる。 <laughs> これはね、一番。それは、あれかもしれない。でも、声がどうこうっていうのもあるかもしれないんですけど、それよりも、やっぱ、自分の話って、その、変に、興奮もしないじゃないですか。例えば、寝る前なんで、めっちゃ面白くてワクワクしても困るわけですよ。でも、他の人の話聞いてると、あ、それ、例えば、なるほどなって思ったりとか、あ、それめっちゃいいやん、自分の、 どっかの授業でもそれ生かそうとかって思ったら興奮して寝れなくなるわけですよ。でも自分の話はそういうのがない。だって知ってる話なんで自分が喋ってる話なんで。だからそういうのもあって眠たくなるっていうのもあるかもしれない。いやでも確かに眠くなる感じはね、わかりますよ。人の声って眠くな,眠くなりますよね。なんか YouTube やってる人の声って眠くなる気がする。特にビジネス系の人はそういう人が多い気がしますね。 自分声に違和感しか感じないのは発声の問題でしょうか自分の声にっていうことですかあ、それはね、発声の問題じゃなくて、慣れです。<laughs> マジで慣れです。僕も思ってましたよ。ずっと。YouTube 始めた当初は。あ、自分の声ってめっちゃ変な声だなと思ったし、やっぱ嫌なもんじゃないですか自分がこう喋ってるのを見るのって嫌じゃないですか自分の喋ってる映像を見るって特に、声もあれだし。 自分の顔を見てとかっていうのも嫌だと思いますけど、あ、慣れますね。完全に慣れますね。今、なんとも思わないです。自分の声聞いても、自分が喋ってる動画見ても。でも、YouTube 始めた当初はめっちゃ思ってました。もう違和感しかなかったですね。もうでも、それは <laughs>、ただの慣れなんで。そりゃ、1700本とか動画出してライブ配信やりまくってりゃ慣れますよ。あと、ボイシーとかもやってたんで。 だから気にしないことですと。大丈夫。なんだろう、う声が変だとか思ってんの自分ぐらいですよ。自分ぐらい。なんか他の人は全然思わない。なんか他の人の声聞けたってそんな変だなと思うことなくないですか個性的な声だなと思ったりすることはあるかもしれないけど。それで変だとかそんな思わないですよね。